こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本でもイージスシステムの導入が変更になり、イージスアショア計画は中止に。イージス艦の造船へとシフトするのか、まだ未確定な部分がある。最新鋭イージス艦マヤには大きな役割を担うことになった。周辺国でも次世代ステルスイージス艦を建造するという話をキャッチした。今後の対応もあるので取り上げることにした。では、その次期ステルスイージス艦の話をしていこう。2020年7月30日、かねてよりミニイージス艦とも称されてきた。韓国海軍の次期新型駆逐艦 KDDX の公開入札が締め切り日を迎え、8月頭にも発注先の優先事業者が判明する予定だと伝えられた。この次期新型駆逐艦 KDDX は排水量が6000トン級のステルス駆逐艦となることが予想されており、基本の船体に関しては韓国のみならず世界最大の造船企業である現代重工業や大和造船海洋が名乗りを上げている。ちなみに現代重工業と大和造船海洋の両社は2019年に経営統合を発表しているため、そうした意味においてはどちらの企業が正式な受注を獲得する結果となろうと、実は大差はないようにも思われる。また、次期新型駆逐艦 KDDX では、兵装システムを純国産で手掛ける計画となっており、こちらにはハンファシステムと LIGNEX1 の2社が入札に応じていることが軍から明らかにされた。次期新型駆逐艦 KDDX は艦艇自体に搭載するレーダーやソナー類で敵やその攻撃の感知を行い、実装する各種兵装によってその敵目標を迅速に撃破すると同時に次艦のステルス化も担うとされている。主兵装として次期新型駆逐艦 KDDX には48セルの国産の垂直式ミサイル発射塔の搭載が予定されており、艦対空、艦対艦、艦対船、艦対地などの各種ミサイルを実装することがミニイージス艦と称される由来だろう。ただミニイージス艦とはあくまでその艦艇の持つこうした兵装の特徴を形容した表現であり、本来大元であるイージス艦が搭載している協議の意味でのイージスシステムとは無関係である。大元の協議のイージスシステムはアメリカ海軍と旧 RCA 社のレーダー開発部門とが開発した主として対空用の艦艇の防御迎撃システムであり、正式名称はイージスウェポンシステムマーク7という。旧 RCA 社のレーダー開発部門は、現在では F-35 ライトニング2戦闘機などで、よく知られるロッキード・マーチン社に引き継がれているが、同社の防御、迎撃システムを搭載した艦艇が、正式な意味でのイージス艦だ。現在における水上戦闘艦の代名詞的な存在としてイージス艦の名称は耳にするが、厳密にはアメリカ、日本、韓国、オーストラリア、
スペイン・ノルウェーの世界でわずかに6カ国しか保有していない稀有な存在といえる。ただこうした登録商標としてのイージス艦という名称以外の艦艇であっても、それに類する独自のシステムを搭載した艦艇は当然存在しており、ヨーロッパ各国や中国も同様の用途を実現させた艦艇を保有している。こうした中で、イギリス、フランス、イタリアなどのヨーロッパ各国が独自のシステムを採用している理由は、最も大きいのがイージスシステムの導入に要するコスト面だとも指摘されている。これは一説には1セットで約500億円とも言われており、例えば海上自衛隊の最新鋭イージス艦であるマヤは建造費総額が約1680億円であるため、約 30% がイージスシステムの費用に相当している。イージスシステムを構成する主要なセンサーが SPY-1 と呼ばれるレーダーであり、艦橋部分に艦艇の周囲360度をカバーできるよう4面にわたって配置され、八角型の形が印象的な装置である。先のミニイージス艦と本来的な意味で呼べるのは簡易版のSPY-1F を搭載するノルウェーのフリチョフ南線級フリゲート艦だけであり、基準排水量4681トン、全長132メートルと、まさに小型艦だ。ちなみに、このフリチョフ南線級フリゲート艦の4番艦であるヘルゲ・イングスタッドは、2018年11月に、タンカーとの衝突事故を起こし水没、修理は不可能と判断され、世界初のイージス艦の沈没例となった。さて、今回の韓国の次期新型駆逐艦 KDDX だが、合計6隻の建造が予定されており、その建造費用の総額は約6900億円にも上ると見込まれるが、1隻あたりが約1150億円と考えれば、イージスシステムの採用はやはり困難だ。こうした費用面から見た場合、韓国が純国産に関わりを持つのはある意味当然のことかもしれないが、韓国の艦艇の場合、潜水艦もイージス艦も大きさに比して重兵装が多いだけに、今回もその点が気になる。本来は韓国が武力対峙の対象とするのは休戦中の北朝鮮であることが第一であるはずなのだが、北朝鮮の微弱な海軍力に対抗するだけなら、イージス艦や潜水艦、そして今回の次期新型駆逐艦 KDDX も必要性は薄い。こうした海軍戦力を整備する上で、韓国が仮想敵国だと考えているのは明確に中国や日本の艦隊であり、中国はともかく日本側は韓国と対峙することなど念頭にないことに比べて、いささか的外れな軍備とも思える。